あまず先ほど学習した通り、ここの壁を非表示にしたいと思いますので、選んで今回はこのメガネマークからいきましょう。様相非表示。さあよく見ていただきますと、こちらの壁でしたね。この壁を少し下げないとダメです。ですので選んでいただきましたら、こちらから高さを変更していきましょう。下部の高速はこのままで結構ですので、上部の高速をまずは 2FL で、この状態ですと、まあ、ちょっと大きく見ますとこのぐらいの大きさになってるんですが、ちょうどこの一番上の、まあ踏み面と同じくらいで、この部分出ている部分に床の高さが来るようなイメージになりますので、ここのところ上部のレベルからマイナスの200と下げた状態にしておきましょう。少しですね、ここが出ておりますが、ここに床が乗りますので大丈夫です。さあではその床の部分を直していきたいと思います。この床ですね、ちょうどですね2階から作業した方がいいですので、作業用2階にビューを切り替えていきましょう。1階の床は以前に直したんですが、2階の床はまだ直っておりませんので、この床を修正していきます。さあ床の修正はこちらリボンの境界の編集からでした。クリックしましょう。ピンクのラインが出てきますね。さあここに対して床の部分を書き足していきます。では線分でまた連続して書きますので、こちらのオプションバーで連結のチェックを確認しておいてください。そうしましたらですね、ちょうどこの部分、ここからいきましょうね。ここからちょうど壁の内側のところの断点から、まずは一番上、階段の上り切ったところまで、それからこちらの階段の間の壁の右側の断点までいきましょうか。そして上り始めのこの踏み面のラインのところまで、そして壁は通り越してしまいましょう。そしてエレベーターの前まで行きまして、でまあね、ここ今私浮いてしまってますね。ここ後で直し方を説明しますので、このままもう書き切ってしまってください。このように書き切ってしまいます。でもうこれ以上線は書きませんので、一旦エスケープでコマンドは終わっておきます。まあ、こういったところですね、もしくはこの辺りやこの辺り、ちょうどぴったりなところに行かなかったよという時にはですね、こちらの位置合わせ、はい、ここに合わせたいですよ、このピンクの線をという形で位置合わせしていただきますと、線がぴったりと壁にひっつきますので、まあ、これを上手に使っていただければいいかと思います。さあこれでですね、ここで閉じた図形、さらにこちらの床側が、この部分で閉じた図形、2箇所の閉じた図形になるのはダメでしたね。ですのでこの線のこの部分を、トリムしてなくしていきましょう。分割でしたね、様相分割、はい、ここの部分でプチンと切ってしまいます。1箇所で大丈夫ですよ。そしてこのコーナーへトリムで残したいラインと残したいライン、ここで角を作ります。はい、こちらも残したいラインと残したいライン、これで角ができて、一つながりのピンクのラインができました。はい、この状態で編集モードを終了しましょう。アタッチはしませんのでいいえ。はい、これでですね、このように床が出来上がっているのが確認していただけるかと思います。必ず、終了していただかないとダメですよ。緑のチェックマークをクリックしてください。それでは全体を見に行きましょう。こちらの規定の 3D ビューからで大丈夫ですので、ここをクリックしましょう。さあこのように床がですね、ぴったりとここに当たる形でできているのが確認できるかと思います。さあこの、床が上の3階4階にも行きますので、この状態で修正していきましょう。この3階の床と、それからコントロールをしながら4階の床両方選んでしまいまして、デリートしてしまいます。上手に選べない方は1箇所ずつでも大丈夫ですよ。はい、そうしまして今できたこの2階の床を一度クリップボードにコピーします。はい、隣の貼り付けから選択したレベルに位置合わせで、3階と4階を選んでいただきまして OK していただきますと、このように出来上がった床がそのままコピーできたかと思います。で最後にここの部分ですね、上がりきったこちら側、少し上から覗きますね。ここの部分が床が、
あるんですけれども、ここからですね下に落ちてしまいますので、ここにですね追加で壁を作っておきたいと思いますので、4階に行きましょう。作業用4階です。この部分ですね、ここに壁が必要になります。では壁ですので、建築タブ、はい、こちらの壁のところをクリックしましょう。使いたいのは RRC200 ですので、そちらが選ばれているのを確認してください。さあではまずは高さから設定していきましょう。こちらの下部の高速は 4FL、 基準レベルはちょうどで大丈夫ですので、すいません、外廊下はマイナス50下がっていますから、マイナスの50にしておきましょうね。はい、上部のレベルも4階で腰高にしておきたいと思いますので、上のレベルへはここ 4FL を選び直してください。そして、上部のレベルからは1100、ちょうど腰の高さですね。でこのままですと、壁の中心をなぞっていくことになりますので、もしくは躯体中心選ばれているかと思いますが、ちょうどですね、ここからこのように書いていきたいと思います。で、ここがですね、この面と一緒になるようにしたいと思いますので、ここのところ配置基準、ここからでもこちらからでもいいですので、どちらからかで、ここのところは仕上げ面内部を選び直してください。今から書いていく方が内側になるということになります。さあその設定でこちらのこの間の壁の右下の角からちょうどこの壁に当たるようにクリックで壁を作っておきます。はい、できましたらですねエスケープしておいていただければいいかと思います。このように壁ができています。連結でしたので一旦ですねコマンドを終わらないといけませんでしたが、連結のチェックが外されていればですねクリッククリックで終われたかと思います。さあこれでですね階段の上が出来上がっておりますので、もう一度ちょっと確認してみましょう。こういう感じですね。ここで壁がちゃんと止まっている状態になっているかと思います。はい、これでまずは床とそれから階段の中側の壁ですよねが修正出来上がりました。